はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。なんだこの、なんだこれ。感じ行きましょう。負けたー。まあ多分負ける。まあこれいつも通り。ピックアップ引いてみますか。ダメですね。クラッパとはまだだよな。
ではですね、今回のイベント行ってみたいと思います。21日か。
こんなことには。何言ってんだ、あやねは頑張っただろ。無事魔物も撃退できたしよ。まっこら泣くな、ちょっと牙に引っかかっただけだから大したことねえって。だけどパワーがないの分かるもん。風吉、怪我してからずっとから元気してるって分かるの。痛いの我慢してるでしょ。元気のない風吉なんてやだよ私。おい大丈夫だって俺は。だから泣くな。だからお願い、風吉を治してください。風吉のことなら真央さんに相談すればきっと解決方法を教えてくれるってママサレンが言ってたの。サレンはんがそないにうちを頼ってくれはったんですか。うちがどこまで修理、治療できるかは分からへんけど、できる限りのことはさせてもらいましょ。大切なお友達なんやろ。ほなこちらへお入りやす。あやねはん、ぶーきちはん、王子はん。さあこれで出来上がりや。どうですやろぶーきちはん。ありがとう真帆さん。プー吉どう？プー吉すごい、すごいぜ真帆の姫さん。内側から力が湧いてくる感じがする。姫さん治療が初めてって言ってたけどこれはすごい技だぜ。実は名のある治療師だったりするんじゃねえか。怪我する前より調子がいいっていうかパワーアップしてるっていうか、言うなればスーパープーキチって感じなんだ。スーパープーキチ？言葉にはうまく言い表せねえけどとにかくすごいんだよ。見ろこのみなぎるパワー、生命力。よくわかんないけどプーキチ元気になってくれてよかった。真帆さんありがとう。にしても姫さん、あんたの腕はすごいな。まさかこんなに元気になるなんて思わなかったぜ。それはうちの力やのうて詰め物のおかげかもしれまへん。詰め物？もしかしてすごく高級な技が使われてるとか。どうしよう、私のお小遣いで治療費が払えるかどうか。詰め物はうちが前から持ってたもんやさかい、治療費も気にせんといておくれやす。アンサーたちにも同じものが入っとるんやけど、それは昔々とあるお人にもらったものなんや。実はな、この綿は。というわけで今回の冒険の話はおしまいじゃ。世界の果ての森で出会った伝説の羊の話、楽しんでもらえたかの。最高やったわ。うち今日のお話が一番好き。その羊はんもおじいはんのお話が大好きやったんやね。うちと同じや。うち怖がりでなかなかお外には出られへんのやけど、おじいはんのお話を聞いてるとな、お外の世界に行けるみたいな、行ってるような気持ちになるんどす。うちもいつかどこかに行けるやろか。羊はんも住んでるとこから出かけられたらええな。うちも会ってみたいわ。もし会えたら仲ようなれるやろか。あの子と友達になりたいかね。うん、いつかお友達になりたい。
嬢ちゃん。どないしたん？一ついいものをあげよう。なーに、わしの話を最後まで聞いてくれたお礼じゃよ。お礼？それはうちが言うもんと違うやろか。これはな、今日話した不思議な羊から分けてもらったものなんじゃ。わー、ふわふわで綺麗で触り心地も最高や。綿飴みたいやけど、サラサラしてて甘くなさそうやし、雲よりしっかりしてるような。けどその羊飯から分けてもらったんやったら、おじいはんの大事なものとちゃう？おいぼれたわしにはこの綿の使い道はとんと思いつかなんだ。お嬢ちゃんみたいな子に使ってもらった方がよかろうさ。そうして時々さっきの羊の話を思い出してやっておくれ。おおきに、おじいはん。絶対羊飯のこと忘れへんって約束する。そんでこの綿でうちぬいぐるみを作ってみようと思うねん。きっとええぬいぐるみになると思う。ほうほう、そうじゃな。お嬢ちゃんがそう思うならきっといい相棒になってくれるじゃろう。その羊も喜んでくれるじゃろうな。というわけでな、うちはもらった羊飯の綿を使うてアーサーたちを作ったんよ。おじいはんの言う通り、今も最高のお友達や。そうだったんだ。ねえねえ、その羊さんって今もいるのかな？私その綿を分けてもらいたいの。え？その綿があればプー吉をスーパープー吉にしてあげられるんじゃないかと思って。私の最高の相棒をさらに完璧なプー吉にできたら、そしたら私たちもっと強くなれるんじゃないかって思って。ねえねえ、マホさん、その羊さんってどこにいるの知ってる？私会いに行ってみたい。うちも詳しゅう分からへんの。けどそうやんな、おじいはんは世界の果てって言うてはったわ。世界の果て、絵本の中では読んだことがあるけど、この世界の端っこってことだよね。そんなところあるのかな。すごく遠いとこにあるんやろな。その上、深い森の中にある大きな木、うちには想像もつきまへん。場所はわからねえが、羊は確実に存在するはずだぜ。俺の中の綿がそれを証明してる。綿が存在するんだから羊は必ずいるんだ。そうだろ、姫さん。プー吉はんの言う通り、その綿はちゃんと存在しますえ。けどその羊はんがどこにいてはるのか、世界の果てがどこにあるのか、それはうちにもわからへん。じゃあさ、じゃあさ、調べてみようよ。今どこにあるかわからなくてもその手がかりくらいは見つかるかもしれないもん。手がかりですか？うん、マホさん以外にもおじいさんの話を聞いてる人がいるかもしれないでしょ。おじいさん以外にもその羊さんに会ったことがある人がいるかも。ちょっとずつ話を聞いたりして探してみたら、きっとたどり着けるんじゃないかって思うの。せやな、少しずつでも手がかりをつなげていけば羊飯のことがわかるかもしれまへん。そうそう、そしたら私たち羊さんに会いに行けるんだよ。ねえ、真帆さんも行くでしょ？うちも？うち行っても大丈夫なんやろか。
ちょっと生意気なこと言っちゃった。そうだな、あやねにしてはでっかく出たと思うぜ。けどまあそうだな、俺もその意見には同意だな。旅をする心は自由だからな。まあそんなこと言っても私はママサレンにお出かけの許可をもらわなくちゃいけないんだけどね。真帆さんは？うちもガオンのみんなに話をせんと飽きまへんな。旅に出るようなら留守番をお願いしておかへんと。王子はんはどないします？お兄ちゃん、そう来なくちゃ。王子はんが来てくれるんならうちも心強いわ。早速準備にかかりまひょか。まずは旅に出る前に羊はんの情報を集めへんとあきまへんな。どこを探したらええやろか。やっぱり古い本とか昔の地図とかそういうのを調べるのがいいのかな。救護院の倉庫も古い本が山積みだし、とりあえず片っ端から探してみる。本ならうちは古道具屋さんに行ってみるわ。昔の道具を売ってるようなお店なら古い地図とか道具とか見つけられるかもしれまへんな。え、ほこりがすごい。でも何かあるとしたらこの辺りなんだけどな。どうだ、なんかありそうか。古いものはたくさんあるけど、あれ、この絵本もしかして。地図どこかにないやろうか。お姉さん、地図がご入り用かな。最新版の地図ならこっちにあるよ。目的地はどこなんだい。それが分からへんの。世界の果ての森に行きたいねんけど、そこまでの地図ってあるやろか。世界の果てか。古地図の中にいくつかあったけど、どれも眉唾物っぽいんだよな。一応見ていくかい。あ、気にけど、これは森やなくて草原やし、こっちは大きな木があれへん。どっちも違う気するわ。ここにもない。こっちにもあらへんみたい。雑貨屋さんに古道具屋さん、いろんなお店を見てきたけど全然見つけられへんかったわ。はあ、どうしたらええんやろ。何にも手がかりがないんやったら羊はんを探すなんて夢のまた夢になってしまうわ。したらいいんだろう。アンさん、どないしはったん？さっきからひっきりなしにため息つかはって。うちでよければ訳を聞かせておくれやす。ありがとう、親切な人。俺は旅の商人さ。大陸中のいろんな場所を渡り歩いて珍しいものを商うことを生業にしてる。世界中を旅して。ああ、商人といえば聞こえはいいんだが、俺には詳細がないらしい。何も売れない日が続いて、ついにロギンが尽きちまったのさ。おかげで今日の宿にも困る始末。
なあ、何か買ってくれないか。何がありますのやら。よくぞ聞いてくれました。俺の一押しはこの幸運を呼ぶ魔物の腕。三つの願いが叶うって曰くものだ。どうだい、叶えたい願いはないかい。今なら安くしておくよ。そうやな、願い事は確かにありますけど、それを使えば叶うんです。遠くにいる大切な人に会いたいとか、そんな願いも。ああもちろんさ、と言いたいところだけど断言はできない。俺も実際に使ったことはないからね。やめときます。そない怖そうな腕使わんでも自分で行った方が良さそうや。楽ちんな方がええって考える人もおるかもしれへんけど、うちは自分の力で会いに行きたいわ。まだ一度も会うたことはないねんけど、小さな頃からお友達みたいに思っとった大切な存在なんよ。あ、この荷台の奥の方にあるのは何どす？これは魔物のシャルコーベ。これじゃない、その奥。ああ、それは遠い国で仕入れてきた古地図だよ。今じゃ手に入らない珍しい一品さ。古地図、遠い国の。なら、もしかして王子はん、これ、この地図。お兄はん、うちこれ買います。売ってくれへんやろか。君がこれをかい。そりゃありがたいけど、お客さん見た感じいいとこのお嬢さんだろ。こんな地図使い道なんて。お嬢はんかてお姫はんかて使い道がないなんてことはあらへんよ。うちこの地図をずっと探してて。見とくれやす王子はん。この森、それから大きな木、間違いなく世界の果ての森の地図や。お願いや、うちに売ってくれまへんやろか。アンさんの大切なもんや言うんは十分理解しとりますけど、どうしても必要なんや。いや、お客様が欲しいものを売らないなんて商人の名がすたるってもんだよ。もちろん持って行ってくれ。それに買ってくれるならありがたいよ。何しろこっちは路銀のない身だったんだから。この恩は一生忘れないから、どうか名前を教えてくれないか。いやいや、大げさやわ。うちは魔法姫、魔法魔法王国のプリンセスや。よろしゅう頼んます。ありがとう魔法姫様。魔法魔法王国って聞いたことない国だけど、いつか近くに行くことがあったら寄らせてもらうよ。それにしても一国のお姫様が古地図を頼りに旅をするだなんて、何か訳ありなのかい。もしかしてさっき話してた大切な人に会いに行くっていう。そうだす。世界の果ての深い森の奥に住んではるバロメッツいう羊はんを探しとって。なんか知りまへんやろか。聞いたことはあるよ。なんでも希少な素材が手に入る羊だとか。昔は偽物師が随分と欲しがってたっていう話も旅仲間から聞いたっけな。お姫様、まさかその羊を探しに行くのかい。直接知っとるわけじゃあれへんけど、でも会いに行くことに決めたんです。きっと危険な旅になるだろうから
気をつけて行ってきてくれよ。よかったらこのランタンも持っていくかい？おおきに。大事に使わせてもらいます。ほなうちはこれで。あ、またいつか会おう。お姫様、王子様。そういえばアーサーを作った時もこんな風やったわ。おじいはんにバロメッツはんの綿をもらった時、これは絶対にぬいぐるみを作るべきやって思いついたんやった、うん、これを使えば絶対にいいぬいぐるみができるって。アーサーもその後に作ったガウェインたちも最高のぬいぐるみになってくれた。バロメッツァンがうちを導いてくれてる、そんな気がするわ。まだ出発もしてへんのにちょっとずつ近づいてるみたいな不思議な感じよ。この本によるとね、その羊さんはすっごくモフモフしてるらしいの。ふわふわの綿飴みたいな毛並みで雲みたいに軽くってとっても触り心地がいいんだって。それで深い森の奥の奥の一番奥の大きい木にみんなで住んでいて、羊さんたちはとっても優しくて草や木ともお友達で森の動物たちとも仲良しで魔物とおしゃべりもできたって。うちがおじいはんに聞いたお話と同じや。おじいはんにもらった綿もふわふわで雲みたいで、触ると幸せな気分になったんよ。羊さんの持つ不思議な力なのかもしれないね。だけどとっても怖がりで、ある時とてつもなく大きな雷が木に落ちた時、みんなびっくりして消えちゃったっていう終わり方だったの。とっても昔のお話なんだって。やっぱりもういないのかな。どこかに行かはったとか逃げはったとかそういうんでもないやろか。だとすると羊ハンナがもう最後の一人や。ほなやっぱりそこに一人だけ残ってはるってことやんな。もし羊ハンが今はいてはらへんとしても行ってみたい。私も欲しいけど羊さんに会ってみたいの。会いにバロメッツァンに会えるやろか。おじいはんが話しとった一人ぼっちの羊はん、大きな大きな木の上でずっと待ってはるの。うちも会いに行ける？おじいはんに聞いたお話、小さい頃から何度も何度も繰り返し思い出して、そんなバロメッツはんに本当に会えるやなんて。ミナホさん、どうしたの？心配いりまへん。またまたすぐに空想にふけってしまうんが魔法姫やさかい。でも気使うてくれておおきに。ねえねえ、お兄ちゃんも行くでしょ、羊さん探し。うちなんや楽しみになってきたわ。よろしゅうな、あやねはん、うーきちはん、王子はん。少女の最果ての大樹。
ぬいぐるみを触ってると、なんや、昔のことを。ミッションをクリアすると報酬がも。ハンスは？よく考えたら遠いところに行くことなんて初めてなんだけど、どうした？次。ましょう。伝説の羊、おじいはんに綿をもらってアーサーを作ったのはどうしてやったんやろ。なんや不思議な気持ちになったんよ。これはきっとぬいぐるみに入れるのにちょうどいいって。うちのガンドスけど、それは正しかったんやね。アーサーはとびきりのうちの最初のお友達やもの。とうとうバロメッツ班のところに行かれるんやな。なんや緊張するわ。けど王子はんと一緒なのは嬉しいわ。おじいはんからバロメッツはんの話を聞かへんかったら、うち王子はんとも出会えてなかったと思うんよ。セントールスにおった頃、うちは怖がりで内気な子やったさかい、お家でお稽古か絵本を読むかばっかりやったの。けどその羊班の話を聞いて、うちはちょっとだけお外のことが気になり始めたんです。おじい班が教えてくれたんやな。内気な女の子に外の世界のこと、お外は楽しいことや綺麗なもんがぎょうさんあるんよって。だからその時が来たらちゃんと勇気を出してみるんやでって教えてもらったんや。それからしばらくしてうちはランドソルに行くことになって、それでうちは王子班に出会えたんや。バロメッツ班にもらった勇気でうちはここにいることができるんや。けど、ほんまに行けるんやろか、世界の果てやなんて。ほんまに、今もバロメッツ班がいてはるんやろか。王子班、うち、行けると思う？せやね。
てましょう。ママサレ、それでね、その羊さんに会いに行って、私はプー吉をスーパープー吉にしてあげたいの。そのためには、その伝説の羊に会いに行く必要があるってこと？世界の果てにある深い森の大きな木まで？うん、羊さんにね、綿を分けてもらいに行かなくちゃならないの。会ってみたいんだ。行ってもいい？お願い。真帆さんとお兄ちゃんも一緒に行ってくれるし、単独行動も危ないこともしないって絶対絶対約束するから。おやつも300ルピまでにします。わがままも言わないし、夕食の当番もお手伝いも帰ってきたら頑張ります。だからお願い、行かせてください。一生のお願い。この通り。ほらほら、ちょっと落ち着いて、そんな拝まないでよ。ちょっとあんたまで。もう仕方ないわね。あやね、今言ったこと忘れちゃダメよ。じゃあ、いいわ、行ってらっしゃい。あんたが自分から何かやりたいっていうことあんまりないものね。正直心配だわ。私も聞いたことのない場所よ。たどり着けるかどうかもわからないけど、きっとね、そこに行きたいって思う気持ちが今のあやねにはきっと大切なものだから、ちゃんと準備していくのよ。忘れ物しないようにね。プー吉も怪我が治ったばっかりで悪いけど、この子のことよろしく頼むわね。お、任せときなって、サレンの嬢ちゃん。ありがとう、ママサレン大好き。あ、ちょっと抱きつくんじゃないわよ。もうちゃんと楽しんでくるのよ。はーい。でも心配だわ。あんたちゃんと見ててあげてね。絶対絶対絶対頼むわよ。あやねはうちの大事な子なんだから、困った時は助けてあげて。よかった。って過保護かしら、あたし。でもしょうがないわ。救護員の子たちはみんな家族と同じ。一緒に暮らすのは楽しいけど、こういう時の心配もやっぱりどうしたって出てきちゃうのよね。それにしてもこんなあやねは初めて見るわ。ちゃんと成長してるってことなのかしら。お土産話を楽しみにしてるから、あんたも気をつけて行ってきてね。うん。
干した果物だよ。疲れた時に食べると甘酸っぱくて元気が出るからね。お茶に入れても美味しいよ。多めに入れておくからみんなでお食べ。私も昔はいろいろなところに行ったものでね、久しぶりに旅の準備の楽しみを分けてもらった気がするよ。だからこれは私からのプレゼントさ。いいの？もちろん。その代わり無事に帰ってきて土産話を聞かせておくれ。約束だよ。はい、ありがとう。伝説の羊に会いに行くの？素敵だわ。そんなモフモフ、私も会ってみたいわ。そうですね、はい、そんな不思議な生き物がいるなんて。私の持ってる図鑑にも載ってませんでしたし、私も気になります。それに旅に行くなんて憧れますね。そうよね、しおりちゃん、私も行きたかったわ。エリザベスパークを留守にするわけにもいかないから、その分の気持ちはあなたたちに託すわね。そうですね、お土産話をぜひ聞かせてくださいね。世界の果ての森まで行った人の話なんて、素敵な本と同じくらいワクワクすると思うんです。そうよね、いろんな話を聞かせてほしいわね。でもその前にねえ、プー吉ちゃん、どのくらいモフモフなのか試させてもらってもいい？お手柔らかに頼むぜ。また技が偏ったら大変だからな。当たり前でしょ、人のことなんだと思ってるのよ。もう、確かに最高のモフモフだったわ。全部この綿になったらって考えるだけでも幸せになれちゃうわね。もしその羊さんから綿を分けてもらえるんだとしたら、私もちょっと欲しくなってきちゃった。そんな素敵な綿があったら何ができるかしら。毛布？それともクッションかしら。クッションだったらきっとリンちゃんが大喜びかしら。リンちゃん、これ以上お部屋を快適にしちゃったら出てこなくなっちゃうかもしれませんよ。大変だわ、それはやめておいた方がいいわね。でもギルドハウスに置いたりしても素敵よ。なんて夢は広がるわね。それはそうと、皆さん今日は何かご用件があったんじゃないですか？うん、そうなの、今日は相談に来たの。羊さんに会えた時に何かプレゼントを渡したいんだけど。お土産何がええやろか。アドバイスをお願いできへんやろか。なるほど、羊さんへのお土産ね。え、私には羊さんの好みはわからないけど、あやねちゃんとまほちゃんの好きなものを持っていくといいんじゃない？おいしいもの、綺麗なもの、楽しいもの、ランドソルにはたくさんあるし、素敵なものをいっぱい持って行ってあげたらいいと思うわ。そうだな、あやねはクッキーとかマシュマロとか大好きだったろ。そういうのはどうだ？なるほど、そうだね、クッキーにマシュマロね。え、プー吉が好きなんじゃない？それそりゃ私も好きだけど。でもそれなら救護院で作ってるジンジャークッキーがいいかも。最近すごくよく売れてて私も大好きなの。よかったらエリザベスパーク名物のどんぶりパンもどうぞ。チーズ温泉まんじゅうも欲を言えばおすすめしたいところだけど、こっちはエリザベスパークに遊びに来てくれた時がいいですね。お弁当にもなるから
多めに持って行ってくださいね。エリザベスパークのチーズもパンも美味しいものね。羊さんに会えたらきっと伝えるよ。羊さん、私たちも会ってみたいですね、リマさん。なんだか冒険心が刺激されちゃうわね。羊さんに会ったらいつかエリザベスパークに遊びに来てって伝えてくださいね。ありがとう、リマさん、しおりちゃん。それからこれを忘れちゃダメよ。羊さんに会うんだったらきっと役に立つわ。持って行ってちょうだいね。真帆さんすごいわね。服まで自分で作っちゃうなんて。しかも綾音の分までいいの？もちろんや、サレンハン。それよりもサレンディア救護院の広間をお借りできて助かりました。うちのとこのギルドハウス、大きなテーブルがないさかい。うちの広間、子供たちが私に服を作ってくれたこともあったし、もしかしたらお裁縫に向いてるのかもしれないわ。使ってない夜しか貸してあげられなくて申し訳ないけど、にしても世界の果ての森まで行くなんて勇気あるわね。そうやろか。そうやったらええんどすけど、心不足ないわけやないから、こうしてお衣装から頑張っとるのかもしれへんね。それでもいいのよ、きっかけは人それぞれなんだもの。そうでしょ、サレンハン。おおきに。人を勇気づけるのがうまいわ。それじゃあ頑張ってね。あんまり根を詰めないようにね。もう来ない時間な？ミヤヤは早すぎるんとちゃう？けどまだまだ。寂しい寂しい。鳥にも動物にもみんな家族がいるのに、仲間がいるのに、この森に僕と同じ生き物は誰もいない。どうして誰もいないんだろう。珍しいところに羊がいたもんだな。だ、誰？まさか坊主が噂の植物羊か。いやー、たまげた。本当に生き残っていたのか。はるばる旅をしてきた甲斐があったというものじゃの。ああ、悪い悪い。わしは旅の者じゃ。名乗るような名前など持ち合わせておらんでな。すまんが、適当に呼んでくれ。変なの。よく言われるぞ。ここはよほどの物好きでも近寄らんような辺境中の辺境じゃ。こんなところまで来るやつ、変わり者でなくて一体何だというんじゃ。ここは世界の端っこなんだね。そうさな。坊主は一人なのか。うん、僕はここで芽が出て育ったこの森の羊だよ。外の世界は知らない、この森のことしか。だからおじいさん、おじいさんの知ってる外の世界のことを教えてよ。長い話になるぞ。この世界には楽しいものや珍しいもの、綺麗なもの、たくさんたくさんあるからの。随分、もしかしてこれは、そうか、これは
の記憶なのか。森のたった一人で暮らしてたのか。この綿の持ち主は。なあお前、今どこにいる。今も一人なのか。俺たちはお前に会いに行こうとしてるんだ。なあ教えてくれ、どうやったらお前に会える。プー吉どうしたの。いや何でもねえよ、まだ朝じゃねえ、寝てろな。足を始末したら、いらない分をちょっきり切って完成度数。うち頑張りましたえ、王子はん。これでどうにか旅に出られます。うち眠って。魔法姫おはよう。王子はん、おはようサンドス。いやいや、うち眠って。遅くまでお疲れ様。あ、この毛布の王子はん。うん、お気に。王子はん、マホさん、マホさん、おはよう。ねえねえ、お洋服できた。もちろんだす。やった着てみていい。嬉しいな。プー吉はんの分もありますえ。魔法の姫さん、俺の分まで。さあ、お着替えしてきましょう。王子はん、ちょっと待っておくれやす。早く早く。おお、行ってらっしゃい。
やっさ、ぬいぐるみを触ってるとなんや昔のことを思い出しますわ。王子はん、夜鍋で作ったこのお湯無色魔法
Thank you.
15円だ。ミートストーリー5個解放された。信頼度エピソード5。私がどこかで一人ぼっちですっごく寂しくなってたら、お兄ちゃんは来てくれる？うん、プー吉と一緒に来てくれたら最強だよね。え、なになに？俺とぼっちゃんを置いて勝手にどこか行くなんてダメ？もちろん勝手にどこかに行ったりはしないって約束するよ。
しいのかもしれねえな。ほな、プーキちゃんを頼りに行きまひょか。方角、どちらどす？うまく伝えらんねえんだけど、こっちか。あ、いや、あっちか。感覚はわかるんだけどよ。こう、言葉とか行動とかで伝えようとすると曖昧になっちまって。あ、せやな、王子はん。うちとプーキちゃんが手をつないでみたら、もしかしたらもうちょっと強呼び合うことができるかもしれへん。プーキちゃんとうち、王子はんにあやめはん、みんな手つないで、プーキちゃんに意識を集中しまひょ。よくわからないけどすごい、さすがプーキチ。お、もっと褒めてくれていいんだぜ。この俺様はスーパープーキチなんだからな。さあ、魔法の姫さん、移動魔法を発動してくれ。行き先のイメージを俺に合わせて、ブーキチリーダー発動。ほな行きます。ミラクルマホリン、クルリンパー。ねえ、これどこに向かってるの？そんなの俺もわからねえよ。着いたってわけじゃなさそうだね。不思議な木がいっぱい生えてるけど。ここは願いだけの村だよ。あんたたち魔法でも使ったのかい？さっきまでここには誰もいなかった気がしたけど。秋祭りに遊びに来たんだとしたら残念だが、今年は難しそうだよ。みんな楽しみにしてたってのに、なんだってこんなことになってしまったんだか。なんかあったんですか？うちら魔法で空から来たんや。人探しの途中で寄らせてもらったんやけど、なんや困ったことがあるなら聞かせとくれやす。そうか、空から来たんなら気づかなくても不思議はないな。実は村に繋がる道を巨大な岩が塞いでいてね、山の上の方の魔物が落としたものなんだが、おかげで誰も通れない。秋祭りの客ももちろんだが、隣の村からやってくる神輿もだよ。これじゃあ祭りなんて無理だってみんながっかりしてるよ。あんたたちみたいにみんなが空を飛べたらいいのに。岩がなくなればいいの？みんな困ってるなら私たちでどうにかできないかな。壊しちゃったらいいんだよね。いや、気持ちだけ受け取っておくよ。いくらなんでも無理だ。それはもう巨大な岩で、村の屈強な奴らがいくらやったって歯が立たないんだから。そっか。でもさ、やってみないとわからないから、やるだけやってみようよね、プーキチ。で、大見え切っちゃったものの、こいつはかなりの難物だと思うぞ。お前のことだからフルスイングでどうにかしようと思ったんだろうけど。バレたか。とりあえず試してみよう。せーの、プーキチフルスイング。王子はんも手伝ってな。
みんなで力を合わせましょう。行きますえ。ミラクルマホリン、クルミンパー。さすがに重いけど、うちは負けへん。今度こそスーパープッチーフルスウィング。どう、うちもぬが本当にやってくれるなんて。助かったよ、ありがとう。これでみんな秋祭りを楽しむことができるよ。なんてお礼を言ったらいいか。せめて秋祭りを楽しんでいってほしかったんだが、無理みたいだね。すんまへん、うちら先を急ぎますさかい。いや、いいんだ。探し人が見つかることを祈ってるよ。お礼と言ってはなんだが、これを持って行ってくれ。うちの村の特産でね、流れ星を煮詰めた砂糖菓子さ。きっと今までに食べたことのない味だと思うよ。ありがとうお兄さん。おおきに。もし旅が無事に終わったら、帰りにはぜひまた寄ってくれ。今度こそちゃんとお礼をさせてほしいからね。バロメッツァン、おらへんかったね。プーキチレーダー、故障しちゃってるのかな。いや、んなことはねえぞ、ねえぞ。多分ね、何しろあのでかい岩だって動かせるスーパープーキチだぞ。だが、ちょっと自信がなくなってきちまうな。間違いなんて誰にでもあることや。さあ、そげてないで次に行きましょう。お姉ちゃんたちありがとう。あのね、これあげるね。森で迷ってたところを助けてくれたお礼だよ。綺麗でしょ。これはね、前に洞窟で拾った宝石なの。私、お姉ちゃんたちみたいな冒険がしたい。世界中の綺麗なものを探してみたいの。そんな大切なもの、うちらに？うん。いつかね、冒険してお姉ちゃんたちに会いに行くから。それまで忘れないでね。うん、約束ね。冒険、気をつけてね。お友達、見つかるといいね。いや、助かったよ。道もわからないし、食料も底をつきかけてて、君たちがいてくれなかったらと思うと、本当になんてお礼を言ったらいいか。君たちは命の恩人だ。これで故郷に帰って娘と妻に会える。出稼ぎで寂しい思いをさせてしまったからな。これからはたくさん甘えさせてあげるつもりさ。何のお返しもできないのが心苦しいけど、君たちの旅が終わったらきっと村に寄ってくれ。今の季節は金色の稲穂が揺れててとても綺麗なんだ。いつかその探してるっていう君たちの友達にも見てほしいな。まずはその羊と会えることを祈ってるよ。ただ世界の果ての森の話は噂でしか聞いたことがないけど、随分危ないところらしい。気をつけて行ってきてくれよ。うん、ありがとう。
村にもきっと遊びに行くね。ブー吉、次はどこに行くんだろうね。羊さんのところに近づいていってるのかな。おお、多分な。世界の果ての森のことを知ってるやつが増えてきたしな。けどなかなか一筋縄じゃいかねえよな。大丈夫か、きつくねえか。みんな無理しなくたって。急がば回れって言いますやろ。焦らない焦らない。それに簡単にたどり着けへんところが伝説っぽくもあるやんな。そうだな。じゃあ次の移動だ。頼むぜ姫さん。よし次行こ。次ミラクルマホリン、クルミンパー。とはムーサのマッチ。名前聞いたことあるわ。なんや明るい雰囲気で楽しそうなとこやね。流れてくる音楽で尻尾がぴょこぴょこ跳ねてしまいそうやが。音楽の街か。見たところここにも森はないし、ここに羊さんを探す手がかりがあるのかな。どうなんやろね。今までのところはみんな直接関わりあれへんかったけど。ブー吉、どうしたの。いや俺本当にこっちで合ってるのか自信がなくなってきた。レーダーとか言ってるけど姫さんやみんなに無駄な力ばっかり使わせてる気がしてきて。すまねえみんな、本当はこんな風に苦労させるつもりなんてなかったんだよ。けど実際こんなことになっちまってるし。せやな、いろんなとこに行ってるな。うちいろいろ見て回れて楽しいわ。それにうちらまたまた行き先もわからんような旅立ち方をしとるんよ。バロメッツハンがどこにいてはるかわからへん以上遠回りはしゃあないわ。プー吉ハンの責任やあらへんよ。姫さん、思い通りに行かへんのが旅ってもんやさかい。のんびり行きましょ。あれ、どうしたん王子ハン、なんかありました。ほんまや、人だかりができてどないしたんやろ。おいおい、旅劇団の馬車が到着したぞ。道中で魔物に襲われたらしい。怪我人の手当てを頼む。わかったわ。旅馬車が襲われた。ムーサ近くの街道は安全って言われてたのに。怖いわね。いや実際森の方はこんなもんさ。遠くから旅をしてきたんだろう。森を抜けるまでに見つかったら街道だって追いかけられちまうしな。馬も疲れてるだろう。早く休ませてやろう。うちらもなんか手伝えることあらへんやろか。真帆さん行ってみよう。あのどないしはったんです。君たちは旅人か。今夜の音楽祭にやってきたのかい。悪いが今立て込んでいるんだ。旅劇団の馬車が襲われてしまったそうだよ。今回の音楽祭の目玉になる予定だったのさ。由緒ある人形音楽劇の劇団でね。だがこれでは今夜の公演は取りやめだな。馬車も荷物も人形もみんなボロボロだ。その上一番大切な人形を一体魔物に奪われてしまった。気の毒だがこれじゃどうすることもできないよ。うち手伝います。
せめて公演ができるぐらいの状態まで修理しまひょ。王子はん、馬車の修理を手伝っておくれやす。この荷台がそのまま舞台になるみたいやから、これが治れば今晩の公演はできますやろ。うちはぬいぐるみを直します。せっかく深い森を越えてやってきはったんや、まだ諦めんといてください。あなたたちは一体何をする気なの？アンさんは劇団の？大変どうしたな。少し休んどいてくれやす。うちらでみんな直しますさかい。姫さんの言う通りだぜ。音楽祭までは時間もある。俺たちに手伝わせてくれよ。ぬいぐるみが喋った。いいよ、俺はプー吉様だ。でもそうだな、今日はぬいぐるみになってもいいぜ。ぬいぐるみの役者が一人増えれば舞台はできるんだろ。急の代役で申し訳ねえけど、きっとうまくやってみせるさ。だから簡単に諦めんなよな、お嬢さん方。あなたがやってくれるんですか？ありがとうございます。皆さん、劇団のみんなに伝えてくるわ。そうと決まれば、プー吉、私たちも練習しよう。うちの王子班も決まりますさかい。きっと音楽劇成功させまひょ。おかげで音楽劇は大成功だったよ。ぬいぐるみに大道具、馬車の修理に出演まで、なんとお礼を言っていいのか。あんたたちは俺たちの命の恩人だよ。いや、命より大事なものを助けてもらったんだろうな。きっとこの旅劇団の馬車はずっと前から受け継がれてきたものなんだ。古い話をたくさん語り継ぎながら俺たちは旅をしていてな。だから本当に命より大事なのさ。それにしてもあなたたちは一体。そう、伝説の羊バロメッツを探しているんですね。俺たちは古い伝説を元にした話をたくさん上演しているんだが、確かその中に羊の話もあったのを覚えているよ。どの台本だったかな。あったあった、これだ。羊は世界の果ての深い深い森の奥に植物として芽を出すらしい。大きくなるとだんだん羊の形になるそうだよ。穏やかな性格の羊たちは争いを好まないが、森には凶暴な魔物たちが増え、見せ物師に捕らえられたり、ハンターに追われたり。大きな雷に驚いていなくなっちゃったっていうのも。そう伝わっているお話もあるね。どのお話でもやがてその土地には新しい羊が芽吹くことはなくなってしまったとある。最後の一頭が星を見上げて鳴くときには大樹の上に大雨が降るのだそうだ。じゃあバロメッツァンはまだそこにいてるんやな。一人ぼっちで。ほな急いで行かへんと。いや、この物語自体がもうずっと昔のものだからね。きっと羊はもう。そんな。でもいなくなっちゃったっていう証拠もないんでしょ。誰も言ったことがないからね。見届けたわけじゃない。君が言う通り証拠はないよ。でも私たちはその世界の果ての森の近くを通ったの。旅の途中でどうしても迂回できなくて危険とは分かっていたけれど、世界の果ての森に入らなくても分かる。
近くを通っただけでも危険な魔物ばかり。それより恐ろしかったのは響き渡る恐ろしい叫び声。身の毛がよだつような方向だったわ。旅慣れた馬でさえ落ち着きをなくしてしまって、羊も無事では済まないと思うわ。あなたたちもできれば。だが行くんだろ。もちろんだす。会えなくても会えなかったとしても、そこに行くまではうちは信じたい。見届けたわけやないなら、まだ諦める馬早いんやないかとうちは思います。そうね、やってみなくちゃわからないって教えてくれたのはあなたたちだもの。うちらは修理を手伝っただけどす。けど劇をやれるって判断したのはアンさんらやろ。きっとこの世の中にダメなことなんて一つもありまへん。だからうちは諦めへん。木の上にパラメッツ班がいてはらへんとしても、きっと探してみるさかい。そうか、じゃあ俺たちは応援するしかなさそうだ。よかったらこれを持って行ってくれないか。音楽劇で使ういい音がするベリよ。今回も使ったでしょ。鳴らす人に幸運を呼ぶと言われているの。ありがとう。気をつけて。いつかいつか君たちのことを芝居にして上演させてくれ。それから羊の物語の続きも教えてほしい。約束だす。
大丈夫かな。動かない。あ、動き出した。いつまでも一人ぼっちでいるかと思うと不安で
せないことかもしれないがの。大丈夫や、おじいはん。うち、ちゃんとバラメッツはんに会いに行くさかい。ほんまは、ちょっと不安もあるけど。プー吉どうしたの？さっきから顔色が悪いみたい。風邪でもひいたのかな？それとも何か。何でもねえよって言いたいとこなんだが、実はな、このところ頭の中がざわざわしてるんだ。ランドソルを出てすぐくらいからかもしれねえ。だんだん強くなってきて、なんかずっと悲しいんだ。悲しい感情の波がじわじわ押し寄せてくるっていうか、これは俺の感情じゃねえ、誰かの。あいつが助けを呼んでるって気がする。俺の中にはあいつの綿が入ってるからわかるんだと思う。強く感じるようになったってことは、多分近づいてきてるってことなんやな。もしかしたら怖い魔物に囲まれて外に出られないのかもしれない。それで助けを呼んでるのかも。急いで行ってやりたいんだがな。早く助けに行ってあげたいけど、プー吉レーダーはちょっと休憩だよ。ずっと働き詰めだったんだから無理したらダメ。ほな、今日やるべきなんは情報収集やな。ここセントールスはビースト族の町、羊班に関する情報も他の町と違って手に入りやすいかもしれへん。何よりうちはこの町でおじい班に綿をもらったんよ。きっと何か大事な手がかりが見つけられるはずや。じゃあ私たちは情報を集めに行ってくるね。町の人たちに話を聞いてみよう。プー吉はお部屋で休んでて。すまねえな、お前らが戻る頃には復活してるからよ。どうだった、姫さんたちは何か分かったか？あんまり手がかりは得られへんかったわ。あやねはんとブキちゃんは？世界の果ての森のことを知ってる人に会ったよ。羊さんのことも話は聞いたことがあるって教えてくれたの。だけどそこに行きたいって言ったら。なるほどな。回想シーン。羊か。確かに聞いたことはあるよ。もう絶滅してるって話だけどな。ただ世界の果ての森の中だろ。あんな危ないところは行ったらダメだ。何人も行方不明者が出てるって知らないのかい？悪徳ハンターだけじゃない、冒険家も商人もトレジャーハンターも行ったやつが帰ってきたって話はついぞ聞かないね。ここ数年はひどいもんさ。夜中になると山を越えてセントールスまで地鳴りが響いてくることだってあるしね。相当な魔物が暴れてるんだって噂よ。絶対そっちには行っちゃいけないって僕いつも言われてるよ。森に行ったら魔物に食べられちゃうんだって。魔物はとっても強いから誰も助けに来れないって。何度もお願いしたら場所は教えてくれたよ。だから明日には出発できる。森から先は真帆さんが見つけてくれた地図があるし、無事にたどり着けるのかは分からないけど、そこに本当に羊さんがいるのかどうかも。そっか、もう旅なんてそんなもんだよ。もともと俺たちの旅はいるかどうかわからない羊を探す旅なんだから。そうだな、坊ちゃんいいこと言うじゃねえか。俺はさ、最初はこの綿をもらって
もっとパワーアップしたいって思ってたんだ。そのために羊に会いに行くつもりだった。だけどそうじゃなかったのかもな。本当はあいつに会いたかったのかもしれない。いや、会いたいんだ、プー吉。今日は元気を取り戻すために一休みや。おいしいご飯も作るさかい、楽しみにしといてな。セントールスの名物料理、ランドソルではなかなか味わえへんからな。これも旅の醍醐味やろ。そういえば昼間からずっと動き通しでお腹が空いてきたかも。ハーブやスパイスたっぷりで疲れた体が元気になるさかい。おいしいものをいただいて明日からの旅に備えましょう。セントールスのご飯おいしかったね。これで明日から頑張れるかな。ねえねえプー吉、あのさ、あやね、今日は早く寝ろよ。明日寝坊したら置いてくからな。プー吉こそ寝過ごさないでよね。当たり前だろ、ごちゃごちゃ言ってねえでさっさと寝ろ。はーい、おやすみなさいプー吉。また明日ね。町の人に話を聞きに行った時、世界の果ての森に行くなんて絶対無理だって言われたけど、私たちは明日そこに行くんだ。危険な場所だってみんなが言う。羊はもういないはずだってみんな言うの。私だって羊さんがちゃんといるかどうか分かってないけど、本当にこのまま行っていいのかな。ただの危険な旅に私がみんなを巻き込んじゃったのかな。なんでもない。おやすみプー吉。おやすみ。もう行っちゃうの？まだもっとここにいてよ。僕もっともっとおじいさんの話が聞きたいんだ。わしの話が気に入ったなら坊主、わしと一緒に行かんか。僕がおじいさんと一緒にここから外に？なーに、怖いことはないさ。お前くらいの年頃なら旅立つのにちょうどいい。おじいさん、だけどやっぱり僕は怖くて怖くて怖くて、おじいさんと一緒に旅に出ることはできなかった。それが坊主の決めたことなら誰も文句は言えないさ。おじいさん、また会いに来てくれる？わしもいい加減老いぼれてきたからの。またこの大樹を登れるか。だからな、またんでいいぞ坊主。お前もいつか勇気を出さねばならん時が来るだろう。その時はきっとちゃんと一歩を踏み出すんじゃ。そんなの嫌だよ。僕待ってるからね。ずっとずっと待ってるから。絶対にまた会いに来てね。お前はまだそこにいるのかな、バルメッツ。それじゃあ出発。あれ、マホさんは？
友達と一緒にお茶の時間を楽しむようにってお父さんが買うてくれたんやけど、今まであんまり出してあげられへんかったの。この旅では使えるって思い出したんや。このカバンは魔法姫特製魔法がかけてあるんや。せやから重さは問題なしや。さ、気合い入れて出発や。お嫁はん、どないしたん？なんでもない。楽しみだね。おずいぶん森が深くなってきたね。なんだか薄暗くて不気味。ランドソルの近くの森とは雰囲気が違うっていうか。ものばっかりや。それにたくさん走って逃げたからここの場所もわからんようになってしまったんとちゃう？そうかも。待って、今地図を見るから。やっぱり迷子になっちゃったみたい。今いる場所地図のどこだか全然わからない。ねえ、やっぱり私たちには無理だったのかな。ちゃんと居場所もわからない羊さんを探すなんて。プーピチがパワーアップしたのが嬉しくて舞い上がってたけど。マホさん、お兄ちゃん、私みんなを大変な目に遭わせてごめんなさい。わがまま言わないって、自分勝手なことしないってママサレンにも約束したのに。このまま帰れなくなっちゃったり、誰かが魔物に食べられちゃったりしたらどうしよう。あやねはん、ずっと心配してはったん？うん、最初は楽しかったんだけど、だんだん時々怖くなってきて。ごめんね、ごめんなさい。せやったんやね。けど謝るのはうちの方どす。うちの話で綾音はんやプーキチはんを巻き込んでしまったんや。堪忍しとくれやす。けどな、うち気づいてもうたんよ。引き返す方がみんな安全かもしれへん。けどうち一人やったらここまでたどり着けへんかったわって。あやねはんやプーキチはん、それに王子はん、みんながいてくれてようやくうちはここに来れた。あの大岩を動かした時もそうや。みんなの力で大きな岩を動かせたやろ。プーキチはんのレーダーに、あやねはんの行動力、うちら全員の力でようやくや。この先もきっと楽な道やないと思うねんけど、うちはやっぱりバロメッツはんに会いに行きたい。怖くないわけやないけど、それでも一人ぼっちで怖い思いしてはるなら助けに行きたい。
もしかしたらもう木の上にはいてはらへんのかもしれへんけど、それならそれで違うところを探すだけどす。せやからよかったらこの先も一緒に行ってくれへん？賛成だぜ。スーパープー吉はともかくだ、俺もあいつが困ってるなら助けてやりて。何しろ俺の恩人、恩羊だからな。ここで引き返したりしたら男が捨てるってもんよ。だから俺は行くぜ。ほな気を取り直して出発や。で、迷ってることには変わりないんですけど、ここの森コンパスも使えへんみたいやし、どないしよう。王子はん、もしかして行きましょ、あやねはん。待って、お兄ちゃん一体どうしたの？さっきの魔物が暴れて森が開けたんやね。それで隠れてた道が見通せるようになったんや。さすがどす、王子はん。大きいね。これが世界の果ての森の一番大きな木。うちらあの上まで行くんですな。登れるのかな。お、諦めるのか、あやめ。そんなわけないでしょ。私ちゃんと最後まで行くよ、みんなと一緒に。そう来なくっちゃな。なんや、道が見つかったらがぜん元気が湧いてきたわ。さ、もうひと踏ん張り決まりましょう。見といておくれやす、おじいはん。それにバロメッツはんも。ギルド管理局、お疲れ様です。ここで、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。攻略すると珍しいアイテムが手に入りますよ。この先は神聖な場所も。こちらからアリーナに。ということで、今回魔法魔法ミラクルジャーニー、ちょっと不安もありますな。でも心強い仲間がいてくれはるし、腹をくくって全部楽しみますえ。はい、こちらのイベント前編をお送りいたしました。次回後編遊びたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
ゲーム動画で行こうでした。